あ、よかった。やっと来た。随分と遅かったね。放課後にすぐ来るようにって伝えていたのに。一度来たけど、他の生徒が。ああ、そうだったんだ。待たせてしまっていたんだね。それはごめんよ。僕が生徒に甘すぎるせいかな。この学校に赴任してきてからというもの、随分と生徒に頼られるようになってしまってね。ああ、そんなことはいいか。それで君を呼んだのは、これ。このレポート、君だけ白紙なんだけど。これじゃダメだよ。そんなに難しい内容じゃないんだから、家で書き直してきてよ。え？先生なら、これでも成績くれるでしょ。いやいや、そんなわけにはいかないよ。さすがにここまでは、他の生徒にもそんなことしてないし。もしかして、先生のこと舐めてる？大人のことからかうのも、あ、ちょっと。使えない？先生が、使えない。なんだよ、それ。はぁ。やっぱり、僕が少し甘すぎるのかな。最初から分かってたことだけど、教育なんて向いてないんだよな。もともと教師を目指してたわけじゃないし、なんやかんや流れがあって、校長先生からの熱い勧誘でやることになっちゃったけど、本当は研究者として薬の開発に専念したいところだしな。生徒からあんな対応されてたんじゃ、今年度が潮時かな。でも、あの子だって、きっと忙しくてあんなことを言ったんだよね。レポート書く時間がなかなか取れなかったに違いない。そうだよ。もしかしたら他の教科の自習に時間を当ててたりするのかも。最近の学生は忙しいって言うし。そしたら、悪いのは僕、なのかな。はあ、ん？あれ？あそこにいるの？なんで彼女が？とっくに帰ったはずなのに。ん？誰かといる。彼氏だよな。なるほど。夜遅くまで恋人とイチャイチャしたいからレポートはできないと。嫌になっちゃうな。先生はこんなに頑張ってるのに、自分に言い訳してまで、君のこと守ろうって思ってたのに。嫌になっちゃうよ。もう、潮時かもな。いや。待っていたよ。ん？
学校じゃできない話をしたかったんだ。だから、登校中にこうやって。今日はあいにくの雨だけど、涼しくてちょうどいいかもね。最近は日が強すぎるから。無視しないでよ。なんで通り過ぎようとするの？君の先生がこうして話しに来てるんだ。無視しないでよ。レポートは終わらせた？昨日言ったじゃん。終わらせたの？昨日は夜遅くまで四国の勉強をしてて。そう、資格の勉強なら仕方ないね。本当なら最近の学生は嘘をつくのもうまいみたいだ。先生さ、もう優しい先生辞めることにするんだ。ちゃんと分かったんだ。優しさはいつだって一方通行だって。人に優しくしてもらうためには、恐怖で支配しないと。口の中入った。そのままごっくんしようか。これは素敵な素敵なお薬だよ。忘れてたんだ。僕は生徒の指導なんかよりずっとお薬を作る方がずっとずっと好きだった。ん？飲み込めないの？もうお水がないとダメなのかな。仕方ない。上向いて、雨水で流し込めよ。どうもこんにちは。元気？まあ、ここは科学室だよ。自分の足でここまで歩いてきたじゃん。わかんなくなっちゃった？うん。今は放課後。あれ、もしかして記憶ないの？そっか。君あの後で、ちゃんと真面目に授業を受けてたんだよ。信じられないか。ほとんど酩酊状態だったわけだ。でも、これ見てごらん。授業中に実施された小テストの結果。ほら、あの君が満点だよ。随分と集中して受けられたみたいじゃないか。すごいね。先生の期待以上だよ。ん？もっと嬉しそうな顔したら？満点嬉しくないの？怖いか。私じゃないみたい？まあそうかもね。でもよく考えてごらん。頭の悪い君なんていらないだろう。レポートサボって彼氏と遊び回ってるような女、僕の生徒にもいらない。いっそのこと、自我なんて殺してしまえ。ああ、今の怯えてる君の方が随分と可愛い。先生が怖いかい？先生が怖い。先生が怖い。先生が怖い。震えてる。
らしてしまいそうなくらいだね。ああ。でもこれできっと、ようやく君は僕に優しさを向けてくれるよね。優しくしてくれるよね。たくさんうなずいてる。いい子だ。でも、先生は優しくできない。ごめんね。君のせいで、いや、君のおかげで、先生は支配する快感を知ってしまったから。君と過ごして変わったんだ。はよした。人間と過ごして楽しいって初めて思った。でもお前は違った。裏切られた。違くない。それがお前の答えなんだろう。じゃあ俺たちも答えを出さないと。悲しいけど、そうだね兄ちゃん。お仕置きの時間だ。ドラマ CD 好評発売中。詳しくは概要欄から。